あーやばいな、今日結婚式の余興やらなきゃいけないからめちゃくちゃ緊張してんだよ。なんかさ、いい方法ないの？のぶくん、そんな時にはこれ。何？なんとね、手のひらに、手のひらに力強くのという字を書けば緊張がほぐれるという素晴らしい裏、マジで実践してみましょう。やってこう手のひらがあるとします。こうね、ここに力強くのと書きます。何回もノート書く。あ、何回も書くんだ。そうすると徐々に緊張が増えていくというわけです。何回も書いてないんだ、はい、ありがとう、福本くんでした。